また大型風車だ。懐かしいな。そうだろうね。前回モンドに来たのはずいぶん昔だろ。そっちじゃない。ほら、効率よく仕事をこなす風車はある意味大マッハマシンと言えるだろう。頭を働かせてみろ。そんなに分かりにくかったか。だから大マハマトラと大マハム。ティナリー、セナー、こっちこっち。ただの旅行だと言ったのに、まだ薬草調合の改良について考えてるのか。今回の遠出は3人とも新しい身分でと約束したんじゃなかったか。新しい身分？俺は砂地の探検に長けた冒険者のセノで、ティナリは砲塔団の技術顧問、コレイは旅する音楽家だ。すごく面白い。行き届いているな。冒険者も技術顧問も音楽家も大変満足だ。感謝する。ティナリ、あの日俺たちが道中で見た二足歩行の生き物はパイモンだったのか。どの日だ。石門を通った日だ。はあ、見間違いだろ。帽子に視界を遮られてたんじゃないのか。オイラはいっつも飛んでるんだ。地面を歩くことなんてないぞ。そうか、パイモンが食べ過ぎたかと思ったんだが、バルベリオ。面白くないか。バルベリーでパイモンが滑り落ちた。セノさんのジョークより旅人とパイモンのやりとりの方が楽しいよ。固定観念だ、長年にわたる。セノってモンドに来てから明るくなったみたいだよな。スメールにいた時と違うっていうか。冒険者のセノだからな。ん？面白くないか。それもそうだろうね。君たちがスメールにいた頃見てたのは仕事中のセノだった。でも実は機嫌がいい時はいつもこうなんだよ。うんうん、師匠の言う通りだよ。食べる時もたまに器が浅すぎて料理をうまく盛れないって言ったりとか、とにかく予想外の話をしてくるんだ。わかった、改めて自己紹介しよう。俺は大マハマトラのセノだった。だが今この時からは冒険者のセノだと思ってくれ。ラクラクダジュ。はあ？今の言葉、これこれに聞こえた。似たような言葉でラクラクダジュというのがある。でもテイワット大陸ではググプラムのような命名の方が多いみたいだ。さすが俺の友、優秀だな。では後世に残るこの唯一無二の傑作にいくら用意すれば。後世にまでは残らないだろう。俺の七星召喚のカード裏面に描かれる絵は必ず歴史に名を刻む傑作になる。ぜひそう表現させてくれ。勝手にやらせておいて。カードゲーム好きってみんなこうなんだよ。なるほど、信仰ということか。うん、だったらもっとジョークを聞きたいな。ジョーク？俺のジョークを気に入ってくれたのか。僕は結構好きだよ。でもさっきは全然笑っていなかったじゃないか。うん、笑うかどうかは別として面白いと思ってるよ。スクロースにコレイ、どうして君たちがここに？コレイ、やっと来れたのか。もう頼むからさ、そういうダジャレとか寒いジョークはやめてよ。異国でダジャレキングにでもなるつもり？どうやら新しいペンフレンドができたようだね。ティナリ師匠、セノさん。ペンフレンド、ふうふうと息を吹き込んでできたペンフレンドか。僕たちスメール人のモンドでのイメージがこれでついに終わってしまった。
俺がモンドを好きならそれで十分だ。ここのドラゴンは俺の好きな形だからな。